419やった電球ムーミンさん100個の人ああ電球ああ300個の人電球あります。500個電球こっちゃんも持ってた。あーらーちゃんも電球ね。ツイッター見たよ。ツイッター見たよ。ベンスって俺言ったよね、昨日ゆまちゃんに朝やってって。すいません、昨日からたかしの家にいます。で、ツイッターに松平健が切れた動画上げてるんですけど、俺全然きつい言い方してないよ。うん、そんなね、きつい言い方してないっすよ。あ、おでんちゃんありがとう。なのにタクシーでブチ切れてたね。なんであんな。あ、100ありがとう。ちょっと頑張って政治抜こう。マンスリー政治抜こう。いつまで、いや仙台スイッター帰る。いつまでも入れない。あ、500個電球こんにちは、いらっしゃい。110個電球ありがとう。下ろしとくね。今日帰る。いてほしい。いいよもう、ゆりも帰るやろ、うん、今日帰る、うん、な、うん、うん、ゆりも帰らせるわ。610個くーちゃん、てきゅーラブラブ、ありがとうね。冷蔵庫のお茶あるから勝手に飲んでる。目が、じゃあマジで今起きたばっかり、ごめん。歯磨きもしてない。口臭い、口臭いかもしれない。すいません。夜の配信できないよ。あ、今こうやってやってる時間がってことね。あーちゃんできる。じゃあ500ダイスで潜入します、寝室に。フォロー外されたので、フォローするから投げてくれる。もう絶対外さないから、うん、あ、ちょこっとの人もありがとうね。ちょこっと目が、一緒に寝てんじゃん、うん、ありがとう。120個、あ、400とめちゃくちゃくれる。いけるかもしれない、これマズい。フォローしてくれますか。はい、しますよ。100個以上くれたら君がね。ゆり、はい、タバコ、はい、200個ね、ありがとうね。フォローするね。ブロンズの人ね、ブロンズプラスの人ね。400個ありがとうね。大型ドライバーの人ね、ご安全に。もうフォローの下りさ、1ヶ月ずっと責められるんだけど。はぁ、昨日のもらったやつ、うん、スナーさんの昨日ひどいことしちゃった。タバコくれた人にね、家の下来てくれたらステッカーあげるよって言ったんだよ。で、連絡してって言って、あの、連絡来る前に寝ちゃった。すいません。下来てたんだよ。で、俺寝ちゃったんだよ。本当に申し訳ない。もう寝つきが良くて疲れてたんだよ昨日。疲れててちょっとイライラしてたでしょ。はっきり言って松平健と長時間いると本当ストレスだった。うん、
ちょっとこれもう友達だから言わないであげようと思ったけど、一番嫌だったのがあのお触り、結構ケツを触られた。で家に泊めたがってたから、もしかしたらあるかも、あの人そっちの毛が、うん、分からんけどね。一緒に歩いてる時、でベンステはミワちゃんに朝頼んだんだよ、朝配信してって、で起こしてって俺頼んだんだよ。これぐらいの時間に起きるの分かるかな、うん、ずっと止めたがってたでしょ、あれあっちあるんじゃない、うん、宮古天球なんか政治もメガホン祭りするらしいから、今のうちに追いついとかないと。いや90年代ホラーごめんね、もう一回するね、風船投げてごらん、もう一回してあげるからごめんね、悪気はないんだよ、うん。でもリスカしないだけよかったじゃん、ヘナってさ、フォロー外すだけで、うん、病んでたから俺も。そういう時ない、生きててメンヘラになる時、俺がリスカしたらよかったじゃん、そっちのがよかった、リスカしてた方がイカ焼きみたいになっててもいい、いいじゃん。でそういう体系はあのヘラると毛を抜く、うん、だからそれ慣れてるんだよ、こうやってこうやって毛を抜くんだよ俺、ヘラルト。これは胸毛抜いたった痛いんだよ。でもできるだけ傷つけないように抜きたくない。何笑と思う、外された、ごめんね、減らっちゃって。で全部胸毛抜けばいいじゃんね、ほんとごめんねって、俺謝ってる、もう一回フォローするねって、うん、痛い、もうこんなことさせる、もうほんとに痛い、リスカみたいになってる、もうやめさせて、下もだからフォローを外したら、あ、990、これ絶対この人は一生外さない、約束する、ごめんね、100個の人外された、だ風船投げてって言ってんだろ、もう一回してねって、そういう人してるじゃん、もうメガホンもらった人絶対外さないから、213個約束する、フォロバチてって過去に投げたの、その確認もう一回だったらする、じゃあごめんね、外して、だもう毛を剃りたくないから、あ、この人も外し、ひどいねそれね、この人はよく来てる人だ、すいませんでした、うん、ちなみに3万個で追いつくと、3万個らあと3万個で追いつく、誠治さんにちなみにそこですけど、誠治さん初夜を迎えました、はい、初夜570個、みつちゃんと初夜を迎えたらしいです。で、あのマンコは触ってないらしいです、はい、あの詳しく言ってたんで、フォロー外してるよね、うん、どうしようかな、この子過去に投げてくれてんのかな、まあ、するかバーガーだけど、外されてる、もうしつこいんな、いつも本当に外されてるぐらいさ、俺が外して1週間ぐらいで何とかならんの、こんな1ヶ月も経って外してる外してるって、今さらなんだよ、しつこいよ、もう外されてすぐ言いなよ、1000個は投げたよ、もっとなんで言わないの早く、じゃあ今したけど、フォロー逆
り切れしたくなる。2段階月やるのフォローのくだり。あ、6月9日、天球あやくんね、助けてくれる。ありがとうね、メガホン。正直フォロー外してから皆さん減ったし、ね、フォローして風船データ化がしゃあね。お願いフォローしてるわアホバーガーのやつ。あ、300ありがとうね。しつこいなと。ガチャリベンジ、うん、今日は展開的にはベンステ食って協定かな。どう？岩ちゃん協定行きたいっつってたから協定ついていこうかな。で競馬の30万取り返したい。展開的にはありがとうございますやっこ。でも外さないよ。住之江配信禁止まさか。知恵遅れ顔の013ってあなたですか。ひどいねこの人。そんな知恵遅れみたいな顔してる。ひどいねほんと朝っぱらから。ひどいね。100個ありがとう。まだ持ってるでしょ。ちょうだい全部。夕方、うん、メガホン天気。ちょもうさこの人フォローしてないかフォローしないけど。で来月ちょっともうナイスやめるもん。こうやって来るはいいけど押してくれないからもう疲れちゃった。うん、ナイス。あのゆめきってやつにも抜かれたしね。もうポテンシャル下がる。するよ今。メガホンの人したよ。確認してね。フォローしたなら。99個あれやすい。100個の人もすごいわ。いいペースだよ。おわりメガホン投げて。あ、ゆきちゃんもありがとうね。999個助けてくれる。ありがとうね。ありがとう。いいよ外すなよてめえら。999すごいわ。きたきた。メガホンの符号がほらきた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 。とわちゃんもするもう一回。ほら強いんだよメガホンが。不正してないみんな。この A ちゃんって人フォローして。フォローするから不正しちゃダメだよ。ガラガラ天球すごいっしょ。なんでこんな持ってんだろうな、うん、やっぱり謙虚な姿勢が一番。俺はそう思わないよ、うん、だって過疎主ってみんな謙虚じゃん。俺はね別にこびらず自分のキャラを突き通していく、うん、だって俺応援してるやつって俺にてめえって言われてムカつく。ムカつかないでしょ。キャラで成り立ってるかと思ってる。俺はね、うん、で俺もお前とかてめえって言われても別にムカつかないもん。謙虚にしようっていうのは自信がない現れ。俺は自分のキャラを突き通していく。ムカつくわ。ムカついとけよ。ムカついとけば。ありがとうね999。花火天球ありがとうね。ムカついとけよ。フォローして俺のことりっちゃん。
養分の家、養分の家に今日行きたいんだけど、なんて言ったって俺がメガホンやってるじゃん。明日からイベント始まるじゃん。ちょっと行きづらいよな。やっぱ彼も生活があるしね。どうしよう。010は、なんかタカシみたいな絵文字使ってる。誰？ありがとうございます。下ろしてあげる。養分と会いたいけどね。養分モンジョリにバカにされてかわいそう。ひどいよね。養分くんとはコラボしても閲覧が伸びないとかね。ひどいよね、モンジョリ。そんなことばっか言って。昨日養分の枠で寝落ちした。やっぱり養分の枠、養分の雑談はね、寝れるわ。昨日ね、ずっと聞いてた。そしたら猫ちゃんが来て優しかったぞ、あいつ。猫にウインナーあげようとしたりとか。優しいぜ。メガホン再度フォローお願いします。ショック。そうなの。ありがとうね、たくさん。何個飛んだメガホン。マジですごいわ。もうこれもう2万4千個飛んでる。勢いやば。え、養分って引っ越すの？俺も引っ越す。みんなもう絶対止めないでね。彼女を作るんじゃなくて猫を飼うって、もうこれ決断したから、もう絶対に止めない。誰にも止めれない。家帰ったら家探す。どこに？内緒だけど、ペット可能なところ。今考えてるのは猫を引き取るか飼うか。もう一生の付き合いになるからね。500ありがとう。私も外されたからってしてるよ。157号さんちゃんと見てよ。フォローされましたって通知来てないの。もうさっきしてるからありがとうは。猫ちゃんが過ごしやすい家に引っ越す。あ、すごいね、ゴールドクラス。で、猫ちゃん一気に2匹ぐらい飼う。そしたらもう寂しくないでしょ。ね。猫ちゃん編やるから。もう女をペットみたいに扱うのやめよ。ね。そっちの方が好感度上がるよ。ね。女をペットみたいに。もう一度フォローを。これいやいやフォローされて嬉しい。もうやめといたら。もうしつこいからいやいややってる。いやいやフォローしてるよ今。ね、嬉しい？いやいやフォローされて。もうしつこすぎて。もう舌打ち出ちゃってるもん。しつこくて。愛してます。何このアイテム。フォローしてないじゃん。犬はやだ、猫飼え。ジャンミキの家の猫も可愛かったな。マジで。タカシの車勝手に乗ってこうかな。腹減った。ベンステ食いたいな。ベンステって歩いていける？ほら、ありがとうございます。ごめんね、外して俺も。
猫ちゃんを飼う。猫ちゃんってあんまりね手間かかんないらしいよ。12月は猫ちゃん編やる。だみんな教えてね。猫ちゃん、うん、本当にやる。俺も寂しいから。ナナちゃんが01、何あの養分の悪口やめてね、ほんとナナちゃん、マジでやめてくれない？君お前の悪口言ってる、顔ディスしてる。てめえも落ち武者だけどな、おいバゲモンがよ。バゲモンがよ、うるせえんだてめえよ。人の顔言える見た目してんのかてめえ。自分の見た目見ろや、ほんとクソやろ。誰も言えねえか言ってやるよ俺が。そうだろ、やつらあるからって調子乗んな。みんなにチヤホヤされるからってよ、ふざけやがって。許せねえよ、いろんな男を食い物にしやがってよ、ふわっちの。調子乗んなよ、ほんと。養分見てた。ムカつくよね、ほんと。小バカにしてた。ベンステは行きたいっすね。うん。数の暴力で。マリオやばい、どうした？マリオやばいって、過疎になったねって。モンジョリスナーかしたら過疎だけど、フワッチでは過疎じゃないんだよ。1000人いたらもうこういうのもやめてほしいよね、ほんと。どう思う？全部モンジョリ基準なんだよ。ね、あ、400アレアンスで、ナイスもモンジョリ基準、ひどいよね。186、これでも頑張ってるんだから言わないでよ、あんまりね。ナナちゃんに比べたらね、へみたいなもんだよ。へみたいなね。うん、でもそれでも毎日頑張ってるんだよ、俺なりにね。うん、バカにしないでもよくない。勝てないけど、バカにされる筋合いはないと思う。違う？うん。俺なりにふわっち配信者なりに頑張ってるのをバカにはしないでほしいよ。うん。ゆめきもドヤ顔してるんだろ今、モンジョリの数字で。勘違いやめた方がいい、ゆめきさんも。本当にね。うん。どうせ一人でやり始めたら落ちてくんだから。うん。ゆめきは謙虚なの。コラボ初日目ね、今まで最低なコラボだって湧いてたけどね。ゼロワンさん、助けてくださいとか言って。都合がいいよね、手のひら返して。初日なんかストロング飲んで暴れてたでしょ。うん、999個、あ、ありがとうございます。こういうね、優しい人を大事にしていく俺は。69、ありがとうね、69個。対決ナイス、総合狙うって言ってんの、ゆめきくん。無理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 、そんな甘くないよ。モンジョリチート使わなかったら甘いよ。無理だよ、さすがに。うぬぼれんだよ。一人になった時楽しみだよ。
耐えれるかな。あの深海魚がね、あの上に上がってきたらもう重圧に耐えれないでしょ。深海魚って深海でしか生きれないんだよ。うん。でコブダイの眉が深海に行ったらもう水圧で顔がぐちゃぐちゃになっちゃうんだよ。わかる？うん。もう口と鼻がくっついちゃうよ。重圧だよ。そういうもんなんだよ。うん。モンジョリさんは深海魚。でも俺たちはね、深海までは潜れないの。潜ってもあの500メートル。それ以上は潜れない世界があるんだよ。これわかるよね。背伸びしてね、深海に行こうとしたら重圧でね、顔がぐちゃぐちゃになっちゃうよ。どうした？何喋ってるかわからん。うん、ね、そしてね、リスナーさん、メス買ってからいいね。買ってやるよ。そのうち見とき。ナイスもマンスリーもまた買ってやるかな。さっき300投げました。はい、じゃあ下ろします。ありがとうね。誰がいるの？おかえり。パルの文句も言ってる。もう戦争だね。うん、戦争やるしかないな。的に、うん、やった方がいいんじゃない、うん、どいつもこいつも尻尾振ってよ。いつどうやの？ステッカーと T シャツのお礼です。ありがとうございます。すげえ煽られてる。じゃあ俺を仮装って言ったらふわっち配信者みんな仮装ってバカにしてるんだね。どんな気見下してるの。それモンドリさんすごいけどね。したくない、うん、松平から来ないでね、ちょっと、うん、鬱陶しいから、うん、もう松平とは大阪来ても絡みません、うん、鬱陶しいんで、メンヘラなんで。痛がない？あの夢きよりは毎日いろんなことしてる。大阪来てからもね、格闘技に始まり毎日いろんなことしてるよね、うん、だいたい夕方ぐらいから遅くまで頑張ってますよ、うん、そういうとこ見てほしいな、ふわっちの人には。うん。メガホン300くれます。ありがとうね。モンジョリつまらないよ。いやあれが面白いんだよ、うん、しょうがないそれは、うん、それはね、言い訳しても仕方ないし、うん、電話して、電話してたってマウント取られてね、何も言い返せれないじゃん。
勝てないんだから。だから言われたままに言われるしかない。これが実力社会だから。そうでしょ。犬がねライオンに吠えたって勝てないんだよ。うん、そうでしょ。所詮犬は犬なんだよ。うん、夢樹くんには言えるけどね、モンジョリには何も言えない。うん、しょうがない、悔しいけどね。あ、夢樹くんは何も言ってない。モンジョリって寝てなかった？急に起きてきた？落ち虫歯磨いたの？口臭い。うん、俺がこの前行った時に3日パンツ変えてなくて、俺がお風呂入る時に洗濯場にパンツ置いてあって、うんすじついてたけど汚い。ケツの穴使いすぎてね、うんこがダダ漏れなんじゃない？汚ね。あれうんこ漏らしたって本当に漏らしてるな。汚ね。ようあんな女と付き合うよな。俺なら無理なんだけど、付き合える？リスナーさん、男リスナーさん、いくら売名になるね、閲覧もらえる、魂売って付き合える？俺なら無理だぜ、そんなもん。ありがとうね、300個。気になれようと思ってチンコも喋れねえよ。しゃぶってあげようかって言われたこともあるけど断ってる。もうならコラボしない。うん、もうコラボしない。だから都合よく足に電話してこないね。もう嫌いだね。するなよ。うん、もんじょりなしでもちゃんとやれるように頑張ります。いつもバカにされるからね。うん、あんたが言ってるだけ違いよ。この前だって貞子を探す企画の時に電話かかってきたんだよ。うん、貞子タクシーの時ね。で俺迎えに来てって言うから行ったんだよ、急いで起きて。うん、俺からばっかりじゃないよ。うん、だから俺みたいなやつって足ぐらいがちょうどいいかなと思って、足ぐらいはしようかなって。うん、あと奈々ちゃんが好きじゃない？奈々ちゃんリスナー好きだから。リスナーさんって結構優しい人いるんだよ。うん、でゼロワンいいよねっていう人もいるから、うん、何爆弾って、何またデタラメ。うん、しきちゃんってやったとか適当なことも言うしね、あいつ。うん、何爆弾って。何もないけどね。うん、2、3年間の爆弾って特大爆弾。何、うん、ちょっとみんな戦争だわ。どうしよう、配信で勝てないけど訴えようか。金も、金はあるからね。え社長リスナーさん、もう訴えようよ。配信で勝てないから、うん、喧嘩するんだったら協力する。うん、もう訴えるしかないんじゃない。うん、想像できないわ。112個ありがとね。うん、
あ、俺も爆弾ある。うん、爆弾あります。言われたら言います。うん、爆弾、俺しか知らない爆弾知ってます。はい。爆弾あります。うん、なんや。ちょっとナイス500で発表する。これ結構な爆弾よ。うん、50個ありがとうね。大した爆弾ね、結構な爆弾。うん、ケンジの写真どころじゃないね。ナイス500小さいよ。うー、俺の枠がね、換気扇つけてる。到底で会えます。いや、爆弾ある、とんでもない爆弾が。それはナイスでした、ありがとうね。うん、本当にあるよ、俺しか知らない爆弾。うん、ナイス500で言うかは考える。じゃあ先に言っとくわ、内容。俺はモンジョリの貯金額を知ってる。730万貸したときに、ちらっと横で見たときに残高が載ってました。それは俺誰にも言ってない。うん、貯金額を唯一知ってます。ガチのやつだって見てるからね、口座残高。うん、1000万。嘘ついちゃって、なんでそんな嘘つくの。1000万でしょ、嘘ですね。そんな嘘ついてるの、モンジョリさん。お金ないふりやめましょうよ。お金ないふり、1000万のわけないよね。うん、2400万。まあ税金払ったからそんなもんなんじゃない。うん、言われちゃった、うん、全く爆弾が通用しなかった。終わった。うん、モンジョリさん、戦争をやめましょう。すいませんでした、盾ついて。ただ僕も一生懸命やってるんで、小バカにするのやめてください。鳩に踊らされて本当にすいませんでした。勝てないんでごめんなさい。すいません、負けました。すいませんでした。冗談で、いや、わかんないから、うん、だってさ、一生懸命やってることをバカにされたらムカつくでしょ。違う、仕事でも恋愛でも。うん、どれぐらい大変かっつったら、親の介護ぐらい大変だからね、配信も。その親の介護をバカにされた時に許せるやついるの。マジで腹立つよ。うん、でバカにはしないでほしい。1000万貯まるね、すごいよね。そんなお金どうするんだろうね。
奈々ちゃん、お金、収入はうなぎ登りだからね。あれ999飛んだ。あ、すいません、しるちゃん、ありがとうね。メガホンちょうだいね、みんな。よかったら。月200万で今月160万、投げ銭で100万、360万、460万だね。460万プラス誕生日っていうのもあって、まあ、500万600万ぐらいだね。1ヶ月 YouTube その他ものもの入れると月収600万。でケチでしょ。ケチで多分生活費30万しか使わないから、で企画に今20万使ったとしても550万のこれで、今月は700超えた。で50万使ったとしても650万、だね。今朝早い。はい、8201さん計算します。013ナイス。15万、はい、15万円になり、マンスリー3位になったら30万円になり、45万円になり、はい、イベントその他もろもろ150万円になり、はい、200万円になり、200万円からの、イベント、投げ銭、その以外の投げ銭、はい、50万円になり、250万になり、今月、大体。一応もう俺もふわっちはトップクラスなんだけど、稼ぎはね。でも全然勝てない。全然勝てないですね。すごいね、配信者すごいっしょ。それでもすごいと思うよ、感謝してますよ。まあ上には上がいるんでね、で奈々ちゃんの上には YouTuber とかね、1ヶ月何千万稼ぐ人いるから、養分よりもいい勝負じゃない、いつも。養分はナイスの賞金があるからね。でもイベントは俺の方が強いからいい勝負なんじゃない、奈々ちゃん新人に利用されまくってるね。分かってないね。奈々ちゃんはいろんな配信者とコラボしてそこのリスナーを吸い取ってるんだよ。いろんな配信者に優しくすることによって好感度が上がるんだよ。あれと一緒よ。あのミミズのゲームなんだっけ、ミミズのゲーム、あれ、スリザリオ、でうちももうリスナーがことごとく吸収されてる、吸収されてますね。今月はショックだったね。どっちかっつうと俺よりだったリスナーが、ナイスはごめん、ナナちゃんに押すって言われた。ショックだよね、今月だけはごめんねって言われちゃった。なんで声小さいの、聞こえないの。あの耳掃除したらね、耳クソ溜まってんじゃない。普通の人はね、音量調整して声聞こえると思うよ。カッポジって聞きな。いい？そんな声張りたくないからね、おきに。わかった？今指で耳カッポジってみたら、歯の間に詰まるぐらい溜まってんじゃない？汚いから。
彼女のお帰り、彼女じゃねえよ。うん、奈々ちゃんの悪口やめてくれませんか。まず奈々ちゃんに俺のこと言うのやめるように注意したらね。奈々ちゃんのこと棚にあげて俺にばっか言ってくるのやめて。いいです。まずは自分の応援してる主に言いましょうね。うん、バカにされたからね、バカにされたら俺は言うよ。よっさんにだってバカにされたら言うタイプだもん。黙ってないよ俺は。相手が誰でもそうだろ。相手選んで黙ってたら俺が俺じゃなくなってしまう。俺が俺であるために俺はしっかりと自分の主張はさせてもらう。誰にでも日和らないよ俺は。ナナちゃんなんだかんだテロワン好きなのに、俺は好きだけど嫉妬がある。嫉妬って怖いからね。いじめられてばっかりだから。何の嫉妬？配信で勝てない嫉妬。ふわっちじゃそんな配信者に嫉妬することはないんだよ。でも奈々ちゃんにはちょっと嫉妬する。すごいなって。通常枠でもねコメントが流れていいなって。ちょっと通常枠試してみよう。来月通常枠にしてみるわ。どんだけコメントが流れないか検証を兼ねてやってみる。って何？怖っ。匿名じゃないとコメントしてくれないき。怖っ。寿司ありがとうね。寿司あの 88% だから勝手に発動させたら責任持ってそれなりに投げてね。発動させるだけさせて知らんぷりやめてね。やる気ないならもう発動させないでね。ぐるぐるやがましいかな。いい？ちょっとそれは言っとくよ。一番みっともないからね、あのぐるぐる回るだけっていうの。どうしよう、こんな一人残されて。お腹空いたし。ベンステって歩いて行けるの？でもこんな時間に弁当食うのもあれだもんな。ね、ゆあちゃんの料理配信とかした方が絵になるかも。ゆあちゃんがたかしの枠で、それかもう SNS チャットしてもらって俺も帰るか。つかみんな今月もう終わったわ。ありがとうございました、リスナーさん。1ヶ月、ちょっと休むか。 2,3 日マジですごい。8月休んで9、10、11、3ヶ月やりきってる。なかなかないよ3ヶ月は。そろそろ休みたい。あ、花火ありがとう、フォローする。休んでも1日なんか会社のことでできなかったりとかぐらいだから、何日も連続で休むことはない。うん、魚釣れてよ。まつげの枠でね。いや俺なんかやってる時に、釣りやってる時に横で
もう配信やらないとって、釣りイベント釣りイベントってうるさいんだよ。だから釣りもリベンジ企画もね、まつげんの枠でやったんだよ、うん、釣れたのにね、定時配信難しいの？あ、僕は毎日お昼の3時ぐらいからやってます。一応知らないと思うけどやってますよ、ちゃんと、うん、知らないと思うけど 週2が15時からで、週3日が18時からで、週2回が20時からっていう変則定時してるんですよ、うん、変則型定時、曜日によって変えてる、うん、曜日定時みたいな、知らなかった、毎日つけてみ時間、うん、当てはまるよ、びっくりするよ、俺の天才ぶりがわかると思う、うん、何曜日が今日何曜日そういうこと、うん、今びっくりしてる、今日水曜日でしょ、水曜日は早め、うん、火水は早め、うん、月曜日夕方とかやってる、うん、で日曜日はもう諦めの夜遅めやってるよ、考えて、うんうんうん、木曜日はうるせえんだよ、いつまでも聞くんじゃねえ、コータンに、うん、ゼロワンの配信ないとふわっち見る気しないなとか言っても見てるよね、多分仕方なくいろんな配信、うん、見てるんじゃない、大丈夫かな、来月楽しみなんじゃない、アイテム飛ぶか飛ばないか、俺はちょっと落ちると思うけど、ね、うん、ちょっと苦しむ月だと思うよ、多分そんな気がする、うん、飛ぶは飛ぶけど苦しいんじゃない、うん、踏ん張り時だよ、踏ん張り時、起こしに行ってよ、どうしよう、ゆあちゃんがセクシーな格好してたら、おかえりはカエル支度してる、もう帰りなって言った、うん、なあゆり、はい、満足、満足、うん、ほら俺も忙しいからね、配信、俺と一緒にいたい人はもう俺の配信に付き合えるぐらいじゃないと一緒にいれないっすよ、うん、でもこれ正しい選択してると思う、まあ配信外ってなるとね、うん、やっぱ配信時間が少なくなっちゃうから、うん、抱いてやったか、ソファーで寝た、うん、危なかったから手を出しちゃうから、うん、いいなって、何が、うん、何、会いたいの、じゃあネタになれよ、俺の配信の、無理だろ、じゃあ諦めてください、うん、お帰り行こう、なんかすごい人気だね、お帰りちゃん、謙虚な子だと思った、ゼロレスが守ってるんじゃない、みんなありがとうね、しっかりと守ってる、ゼロレスさんがね、他枠でも
うちのリスナーはいい子しかいないって。おはようございます。おはよう、たかし。配信タイガースだ、これ。ん？この中で配信タイガース。配信タイガース。起きたらもう配信が始まってる。起きたらもう起きちゃった。たかし、おはようして。おはよう、みんな。昨日、ゆあちゃんに朝ベンステ配信お願いしたんだけど、ゆあちゃん何してんの？見てる。昨日、見てる。で、たかしさん、うん、一緒に行く？住之江協定が配信できなくなったって本当？いや、できるもできるけど。できるはできる。あまり落ちてたんで。でも、速攻祝電入る。速攻祝電入る。そうなったらどうなるの？追い出される。追い出されるの？今回の暴動か。暴動。別に行くでしょ。うん、あとゼロ、うん、ベンステ食いたい。行こう。ユリ、はい、てめえも食うか。うん、行くか。リスナーさん、あと7万ポイントで追いつく政治にメガホンください。つかずっと声が枯れてる。タコシがごちそうで、タコシはマジで金ないと思う。ユリ、はい、靴下、財布、はい、頼む。はい、うん、これはゼロワンの財布。おう、俺の財布だ。ちょっと映していい？ユリ、挨拶は？おはようございます。おはよう。もうちょっとこっち来て、立って挨拶しないと、はい、叩かれちゃうよ。おはようございます。うん、いい子やな。はい、よし。はい、ちょっと、サングラス取ってなかったんやけど、昨日最後。はい、ですよね。ケントさん、はい、ゼロワン寝てたから知らんかもしれないけど。はいはい、はい。もううちのリスナーはこれできないと無理よ、ガチ恋さん。うん、もうこれできないならガチ恋諦めてね。いい？嫌でしょ。もうこれガチ恋無理だから画面越しに見といてね。表出てくるならこれ必須だから。うん、これできないダメ。ユリ舐めてる？ナイキのナイキのラベルが真横向いてないとダメだぞ。ごめんなさい。うん、はい、ちゃんとやらないと。やり直し、はい、そう、王様気質だからこれできないとダメなんだ。うちはかわいい、そりゃな。だからちょっと真横じゃないよね、靴下が。そうそうそう、もうちょっとグッと、もっと大型のくせに細かグッと、こっちもちょい右、はい、グッと、やりすぎちゃう？やりすぎ、ちょいグッと、はい、オッケー。キングやってるもん。うん、王様だから。配信外俺やそれ。配信外、たかしも、うん、全部やってもらう、うん、よし、ほな行くで。はい、行ってくるわ。まあ、ユリは帰る準備しとけよ。はい、いつまでも女いらんで。はい、たかしさん、これだけ持ってけばいい。何もいらんです。何もいらん、いらん。三脚持ってっか。三脚貸せば。うん、いや、自分のでいい。2人自分ので。できる女やろ。うん、ユリ、はい、俺の靴がないぞ。え、靴？俺靴ない。俺靴ない。それ。俺靴ない。なんで靴ないの？
おかしいでしょ。ニューバランス。ニューバランス。お風呂場にある？お風呂場、靴洗ってくれたの？嘘でしょ。あー濡れてるっていうからもうできる女だわ。ちゃうやん、中入ってみ。あーよくしてもらってる。うん、よりはい、いや、いい女だわ。いい、うん、あれ、あったかい。みんなね、ゆわちゃん思ったより家庭的だよ、うん、できるで、やっぱり伊達に子育てしてないで、うん、いや臭いんじゃなくて昨日雨でベタベタなの多分知ってたんじゃない、おそらく。で、ゆわちゃん見た目はね、タイプです。俺ああいう真面目そうな子好きだから、なんか清純っぽい、ちょっと、うん、ああいう清純っぽいのが結構好き、うん、サブサブ男受けするで、あの顔は。歩いていくの？ちょっと耐えれない、ごめん。限りない限りない。サブすぎるわ。ベンステ配信1日目歩いて寒いわ。寒すぎる。子供の頃やった、こうやって寒い時これやらない、寒すぎて。男やってた、寒いんだよ。乙武スタイル、それはちょっと拾いづらいコメントだわ。それはちょっと良くないんじゃない、ちょっとそれちょっと広げれないコメントを拾っちゃってるけど怖いわ。そういうのダメ、良くないよね。衝撃走るコメントが、やっぱ毎日普通のコメント見てるからやっぱ衝撃的なコメントに食いついちゃうよね。俺もやっぱコメントにも刺激を求めてるかもしれん。うん、失礼だよね。すごい発想でコメントするよね。ひどいコメントばっかしてるんだろうね。うん、キツネ枠だからリスナーも透けて見えないから、やっぱ個性のあるコメントを拾っちゃう、よくないかな。寒いな。これはちょっとテラノサウルス意識してる。行こう。ああ、すいません。協定行きてえなあ、たかし。格闘技ぶりだわ。え？格闘技
キブリのコンビ。この流れがもうあの配信的なやつの格闘技行くか、誰かやるか。俺たちどっちかと対マンできるやつ、配信者やるか。ゼロワンキロ、なんでスポンポンでソファに乗った。え、スポンポンでソファに乗った。スポンポン、ちょっと変なこと言うのやめてよ。びっくりしたけど、普通にスポンポンじゃないよ、パンツ履いてたでしょ。パンツ履いてた、パンツ履いてた、うん、だから、うん、あの一緒に寝るとあれだから、ソファで寝てたの。そうなん、うん、事故じゃなくて。事故じゃないよ。で、暑くて、隣の部屋だね、うん、あ、そうなの。隣の部屋が暑すぎて、ソファーで寝てた。確かに誰かに呼ばれた、ゼロワンって。たかしか、夢だと思った。いや、俺よ読んだよ。読んだでしょ、うん、だ、あ、暑いから思ってや。暑かった、うん、あそこでエアコンの温度下げたかった。そう、めちゃくちゃ暑かった、うん、事後って勘弁してよ、人んちで響くだろ。いや、だってもう それしか思わへんやん。やるわけないよ、そんな、さすがに、うん、やらないですよ、うん、まあ、やらしてって言えばやれるかもしれないけど、うん、やらないよね。そういう空気になれなかった。うん、そういう空気ならない。だってもう寝てたもんね、俺。あ、そっか、うん、寝てて起きて暑くて横行ったって感じ、うん。あ、そうだな、うん、失礼だね。何が失礼なの、うん、てめえが失礼だよ。コメントすんな、俺らに失礼だから。うるせえんだよ、失礼なリスナーだな。きついからかけ放題よ、挨拶もせずに。失礼だね、いきなり。礼儀もなってねえな、ほんと。枠に来て失礼だね、どっちが失礼なんだ、うん、みんな、たかしと俺におはようって言った。ちゃんと礼儀に始まり、礼儀に終わってね、うん、これ何枠って。メンスリスナーさん言ってですよね。ベンスリスナーさん、うん、なんちゃって、うん、ベンステ配信、うん、おはよう、おはよう、うん、ちょ、ベンステ食べたい。週一で食ってもいいぐらいの美味しさ。いや、ペース的には週一十分や。週一十分、うん、けど、うん、毎日やで。毎日か、うん、で、最近駅弁がめちゃくちゃうまくて、うん、で、冷めた弁当がうまい。俺だけかな、もうチンしなくて、ちょっと冷たいご飯がうまい。ハマってる今、冷たい弁当に。うん、だ、冷やしたい。ちょっと嫌じゃないよ、食えんわ、冷やした。俺はね、冷えた弁当にハマってる。マイブーム。カチカチの、カチカチっつうか、カチカチにならないけど、冷たくてうまいんだよ、ご飯が。冷えてて、分かる人いるよ。冷たいご飯うまい。だからチンしたくない。わかる？鮭スペシャル、鮭トッピング、鮭は1個でいいかな。あと明太子、おすすめの。いや、東京から神戸行くときに何でもうまかったよ。駅弁クオリティ高いなと思っちゃった。一緒に東京帰ろう。一緒に、うん、東京。もう女なんてほっといて、東京行ったら配信せんくなる。配信せんくなる、それダメだね、うん、俺もたかしと夜な夜な遊んじゃうかなと。配信で遊ぶなするよりな、うん、配信会も多いもん、うん、うんうんうん、でもパルパルはずっとパチンコ偉いね。毎日のパルちゃん今、うん、やっぱ5連勝とか書いてなかった5日間、うん、よう飽きないよな、ずっとパチンコ。あ、
今日も買ってるもん。ほんまかやつ。今日も買ってるの、すごくない？パチプロじゃん。パチプロ。昨日もでしょ。全部買ってるってのがすごいよね。うん、全部勝つっていうのが。そんな勝てるか。勝てなくない、パチンコ。政治が前頼んでくれたやつ、あれうまかった。じゃあ俺牛焼肉弁当でしょ。あ、それもあるんだ、うん、牛焼肉弁当。いやでも鮭捨てがたいな。鮭ってあれ、あれで鮭じゃない、あのマスやね。マス、うん、あんま油乗ってない。鮭ちゃうよね、あれ。鮭じゃないよね。チキン南蛮いいやもう。チキン南蛮もうまそうやな。なんか食いすぎてさ、うん、背中から歯が入るよね。美顔器もなんかついてねえよ。いや、これついてるよ。ついてないよ。ついてるよ。ついてない。ついてるよ、これ。高橋やめてよ、本当。俺がついてないって言ったらついてないんだよ。ネタバレする。うん、マジでやめて、うん。そういうとこだけ素直になるの。うん、マジでやめて。もう そういうコメント増えるから。分かってんね。俺の顔がもう、あの、いつもと違う。いつも違うね。営業部がやめてほしい、うん、まあ、おじさんだから。あるの。うわ、エビカツもうまそうだけどな。特選スペシャル弁当、これ行こうかな俺。あ、これの鮭トッピング。いや、これの明太子トッピングのタルタルソース多め。すいません、ゆりはこれでいいや。タコシ味噌汁ある家に、うん、家に味噌汁あったら。すいません、特選スペシャル弁当2つで、1つに明太、あ、2つに明太子トッピングでタルタルソース多めでお願いします。はい、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 はい。俺は牛焼肉弁当、うん、味噌汁買っていく、うん、はい、今日はですね、美味しいと認めております。ユアは食べへん。ユアちゃん食べるもんないじゃん。うん、何もないで買ってた方がいいんちゃう、一応。一人で食えないのも、ね、やつないの。ルアちゃん難しいな、顔的にね。スペシャル弁当でいいんだな、うん、スペシャルです、うん、ハンバーグ、あ、すいません、あとハンバーグ弁当追加で、ハンバーグ弁当追加で、はい。ハンバーグ弁当足りるか、安いか。たかし何した？これいいじゃん。焼肉弁当。焼肉しか辛いよ。うまい。
おかゆりちゃんがハンバーグなの。どこにコメントしてたの。おかゆりハンバーグどこにコメントしてるの。誰もいっちゃう。パックンだったらメガホン投げれる。投げている。どういうこと。女子2人ハンバーグ。え、ズルワンプリで行こうかな。スペシャル。いや、違うよ。おかゆりちゃんで適当なコメントしてるよ。ギリは俺と一緒にやつ切りたいから、うん、さあ、時間かかるの、こういう時間かかるの、こういう公園があるの、時間かかるの、あれ車で待ってよ、うん、寒くてもたん、カバ公園っていうのがあるんだ、コーヒー飲むかい。コーヒー。何？ビト？いや、甘いの？カバコ行く。カバコ。懐かしいですかこの風景。ね、なかなかねないもんね行くことが。いや、ちゃうよ、寝てる、昨日疲れて寝とったよ。なんじゃ、朝の5時半6時で探してカラオケあるで、カラオケあそこやろ、うん、行ったことあるよ、ね、一曲歌うかカラオケやで、うん、走ってんの、うん、どうしてくれんの、一曲歌って待っとくか、うん、タコスと2曲ぐらい歌ったらちょうどいいんちゃう、わちろさんって、うん、公園寒い、2人とも半袖なんだから、そうなんですよ、うん、同じベンスで配信でもね、時期が違うぞ、もう常連でいっぱい、まあ冬やから、ね、この時間でもいっぱいなのかな、いらない、カラオケいるよ、タコシ歌うまいし、泊まり、いやもう帰るよ、うん、待って、言わずいいの、言わずいつも用事があるんだけど、どうしよう、今日ちょっと会わなきゃいけない人がいる、言えるよ、え、言えるよ、あの、泊まるとこだった、泊まるとこがなかったら、うん、言えるよ、いいの、うん、でも仮に、うん、あの、ゆり呼んだから言いやすいけど、俺一人だとちょっと言いづらいかな、うん、なんか邪魔してる感がすごい、そうなの、でも岩ちゃんの東京帰るからさ、あ、そう、岩ちゃん帰る、うん、うん、だから新大阪一緒に帰っていい、あ、そうそうそう岩ちゃんと一緒に嫉妬する、あ、待って待って嫌なんだ、心配か、さすがに今日帰る、今日帰る、もうん、今日帰る、いや帰ろうかな、ここから新大阪って遠い、ここから新大阪は遠いな、で、東京ちゃんから俺とゼロワンでダブル生活、ダブル生活、ダブル生活、俺別れさせちゃうよ、いらない、邪魔だな、彼と付き合えてもいらないよ、彼女たかし見てたら余計いらないなと思う、めんどくさいよ、叩かれたくないよ、怖いよ、彼女作って叩かれるの嫌だよ、叩かないならいいけど、うん、ね、もうせっかくコツコツやってきたのが壊れていくのが怖い、うん、だっておかえりって遠距離だし、奈良だぜ、無理だよ、東京だし、遠距離は遠距離無理やでな、遠距離無理よ、俺寂しがり屋だもん、ずっと一緒にいたいよ、
メガホン1000個投げたから、あ、どうも、じゃあ殺します、ありがとうございます。あ、マンスリー、マンスリー、ほら、もう政治に追いつきそうなんだけど、1位誰なの、小口くん、うん、でも3位になったら30万円もらえる。そうやな、4と5一緒やもんね。4と5は10万円4号20だ、4号20なんだ、うん、ありがとう、メガホン。たかしはいいのか、特に、うん、もうない、うん、マンスリーとか、大丈夫、うん、でも、たかしの家に仮に泊まったとして、うん、2人ともイベントやるでしょ、1日から、やったほうがいいよ。いや、俺でいいな。いや、でかいイベントだから、やったほうがいいよ、今年最後の、うん、はい、お花見。でも、この前イベント出たばっかりやもん、集大成だで、うん、これ出ないとダメやな。しかも俺イベントだってもう集中するから、ね、いいんだよ、高いよな、うん、あ、300個あります、ワンちゃんにいける、ゲロちゃん、そしたら50万円もらえる、そしたら競馬代全部取り返す、気休めになる、すごい。え、こっち来てから何かやったの、ギャンブル、ギャンブル、うん、1回、え、何しよう、競馬30万円欲しかった、あ、この前ジャパンカップ、ジャパンか、一番人気な、一番人気に、うん、2着だった、惜しかった、当たれば80万だったのに、持ってないわ、まあ、ベンスで待ってます、うん、ベンス待ちですね、完全に。協定行きたいな、協定、協定行っちゃおう、ドカンと10万円ぐらいやりたいな、10万円ぐらい、うん、雨だから荒れるよ。もう次は有馬記念なんだ、でかいレースは。あ、そっか、ね、年末やから次有馬だ、有馬なんだ、うん、有馬は年末、年明け、12月の27日か、12月の、協定もね、賞金割るしてる、賞金はあるの、あれ、今年の賞金王ってどこでやろう、あれ、クイーンズは住みないでしょ、クリスマスにやるの、有馬記念、あ、大村に住むの、競馬やめるんでしょ、確かに、ギャンブルやめれない、どうしよう、もう本当にダメだ、俺意志が弱い、うわっちの配信者はみんなギャン化すよ、俺病気かな、病気っすね、この前競馬やめるって言ったのにもうやる気になってる、病気かもしれん、うん、刺激がね、うん、もう刺激がないんだよ、生きてて刺激やるのがやっぱギャンブルだ、うん、で女に刺激もらうのももう遊びすぎてもう刺激ないんだよ、女でも、でもギャンブルしか刺激もらえないんだよ、どうする、これお金刺激ないな、ギャンブルどうですか、ギャンブルどうですか、ギャンブルしか、ギャンブル、スロットどうですか、スロットで配信も規制が厳しいからね、刺激を求めすぎるとバンになっちゃうでしょ、うん、過剰な配信はそうそう、うん、昔は配信でも刺激を楽しめたんだよ、うん、喧嘩したりね、もうできないじゃん、そういう過剰配信がね、もう廃れてる時代やもんな、うん、まったりしようってこと、もう、うん、昨日の松平芸でギリギリだよ、うん、あれ以上やると殴られてたよ俺、松平さんに顔がいってたもん、目が完全に、あれ刺す目してたよ、人マジで、うん、あの人なんかいつかやりそうやな、こんにちは、これじゃあね、あちゃります、あの人ならいつかやるの、たかしといるから久しぶりに来てくれた、マジで、うん、ね、あちゃん、あ、松平呼んで、じゃあ俺とたかしが乗り込むか、あっちゃんとこ、うん、松平家まだいる、もうちょっとね
松平はちょっとお腹いっぱいじゃないんかなと、2日ぐらいねちょっとおもちゃにしたから。え、結局何日ぐらいおったの一緒に。結構いたよね。2、3日おったの。2日ぐらい絡んでるよね結構がっつり。3日見ちゃいます。3日目、うん、で松平にね、うん、もうゼロワンぐらいだわ唯一の友達って、うん、そこまで信頼関係を築いたけど、うん、最後ちょっと煽りすぎた。壊れた。壊れたおもちゃ。ちょっと壊れちゃった。うん。壊れちゃった。しかもあのイベント1位の剥奪の件って、うん、あの反射をほのめかすような、うん、恫喝してたらしいよ。いや、あの人とかにイベント剥奪された、剥奪された理由っていう、うん、それや、それな。うん、しきちゃんとかじゃないらしい、やっぱ。うん、ちょいちょいなんか生きるじゃん、反射っぽい感じで。反射なん、あの人。ん、反射なん。いや松平健さん違うと思うけどね。ハッタリだと俺は思ってるけどね。あ、パルが紹介してた動画を、あれがイベント中だったんだ、そういうこと。うん、自滅だと思うけどね。それ確認、確認しに行く。うん、確認しに行く。松平健さんはあの反射か、あの服の中も見に行くかな。でも、うん、以前、うん、背中に入れ墨入ってるって言ってたんだけど、うん、それ確認した。俺確認した。どうやったの。止まってる時に入ってなかった。入ってなかった。うん、入ってなかったです。うん、全然綺麗な背中してました。うん、で名古屋で知ってる人はいないんじゃない。俺不可視だと思うけどね。これってことは、うん、家も知ってんの。家知ってる。あ、そうか。うん、泊まったからね。あ、マジで、うん、よく寝たらやろ。だって、うん、あんの。まあ、たかしと、うん、まあ、仲良くはなれるんじゃない、話し合えば。うん。え、前科は知らんね。前科あるんすかね。いやー、まあ、あるんじゃない。自称だけどね。うん。うん、もう、俺は十分ね、絡んだから。まあ、たかしとの絡みはね、どうなるんだろう。うん。ね。この絡むあの人は。うん、お辻よりいらっしゃい。うんうん、高橋流れ変えなきゃ。ちょっと他で炎上させないとね。あっちゃんで。うん。他で。でも一回会ったことあるんだよ俺。そうだね。うん。その時に悪口言われたってことでしょ。その時は言わんかったけど、いきなりあの、うん、配信。その時言ってなかったけど、うん、まあ、その後じゃ、後やんな。後で、で、カリちゃんもどうなったんだろうね。カリちゃん今追加されてる。バンなの。ふわちバンやろ。ふわちバンなんだ。 A 版かな。怖いわ。つか今日警察から電話あった。なんで。警察からあの火薬の件で一回大阪来てくださいっていう電話が今になってきた。おかしいなと思って、うんうんうん、この前ジャパンカップの前日午前中に警察行って話にしてくるっていう話で、うん、俺病院代8000円払ったじゃん。なのにこのタイミングで呼び出しが来るっておかしくない。それがその用事ってこと。うん。で一応本人と和解しましたって言ったんだよ。あ、それならいいんですけど、本人から何の連絡も来ないんでって言ってた。一回電話でもかけさせてください。じゃあもう行かんでいいの。いや、火薬さん次第じゃない。だから警察行ってないんじゃない火薬さん。これ8000円払って、じゃあ明日の午前中に警察行くっていうので話終わったよね。みんなそうだよね。話してくるって、それで終わったはずよ。
でも火薬さん行ってないよね。おかしいんだよ明らかに。さあ行ってない可能性あるよな。八千猫ババ事件、八千猫ババ事件。エアー若いっすね。エアー若い。火薬さんお願いしますよ。あ、ちょっと高志がお金払っちゃう。高志この よし、ベントス、俺たちのね活動の源となるねベントステーション。匂いたまらんわ、匂いが。お前ベンス嫌いだろって。毎日はいらんわ、さすがに。さすがにこれ毎日食うたらノイローゼになるわ。だから一回もう二人で繰り出すなら、火薬と松平両方ちょっとやらないとね。そうする、今日二人で飯食ったら。火薬の件もおかしいからね。そうしないと俺8000円だけ払って、逆にこのタイミングで被害届出されたら意味がわからんでな。でも最近ちょっとおかしいんだよね、流れが。流れ俺が詰めるじゃん、しつこいって言われるんだよ。ゼロワンしつこいとか言って、おかしいよね。だって大事な話だからちゃんと話さなきゃいけないことじゃん。この前だって言ってることがおかしかったんだよ。被害届を出してないのに、出してる風にしたいようなニュアンスで言ってるから気になるんだよね、喋ってて。それを突っ込んだらしつこい、じゃあ何の話し合いもできないよねっていうことなんだよ。普通にしつこいよって話し合いって1分で終わる、大事な話って。普通に5分ぐらい喋るでしょ。こっちはだって8000円払ってるんだから。じゃあ港警察行くか。気になることは全て話さないと、それ話し合いじゃないからね。しつこい、いやしつこい、話し合いって納得いくまで話し合うのがあれなのに、しつこいだよ。リスナーがしつこいけどね。はっきり言って、だからもうしつこいリスナーはもう、たかしさっき NG 入れてる？入れてない。入れてない。通報だけ。もうしつこいリスナーちょっと NG 入れていこうかな。枠が荒れるから。いいっすかリスナーさん。きついわな、あれですよな。やっぱブロックゼロだとしつこいわ。リスナーが、やっぱりアンチとの共存はできないかも。ちょっと考え改めようかな。ブロックされる方が悪いっていう考えに変わっていい？元の、はい、お前ブロックね。だからなんちゅう、しょうもないコメント書いたら、ブロックされるっていう、頭も落とさない。そうだね。全く入れてないからね。フケゴリラとかはいいけどね。ゼロワンスの枠は書き放題ってなったら、書き放題で俺の枠、少々出てくんで、雨出んじゃねえとこでやろうって。何がフケゴリラだよ。あ、着きました。言いたいこと書きやがって。
き放題だよ。臨床操作やりたい放題。俺も高志の枠もね、やっちゃってやろうかな。すごいな、あのさ、何歳君たち、小学生？本当に低レベル。小学生の口喧嘩みたいな。いい年こいて。子供みたいだよね。そう思わない？うん、お前低レベル。俺リスナーに、うんちマンとか言わないし、うん、お邪魔します。おかわり、味噌汁温めて。はい、ああ、ちゃっちゃと頼むで。はい、湯は起こして。あ、湯はあるけど。はい、おはようございます。すみません、朝起きて。うんうん、大丈夫だよ、期待してないから。はい、健康です。あ、うん、かれていいですか。やべ、ちょっと言い過ぎちゃった。さて、ひどかった。ハンバーグ弁当だ。あと、ハンバーグ弁当。これタコシ。俺がモラハラゲしてあげようか、ゆわちゃんにね。そしたらかわいそうってなるからね。うん、俺は厳しくした方がいいんちゃう。割とガチで。うん、でも俺は彼女いる時に他の配信者に彼女をバカにされると俺はムカついてた。うん、俺はね、俺は許せなかった。たかしはどうかわからん。うん、でかいな、量多いな。すごいぜ、スペシャル弁当。あのベンス史上初のね、この弁当やば。1100円。セージも手つけつけたの、これつけかん、つけんかったの、セージも。嘘でしょ。うわー、もたれるわこれ。めっちゃ入っとるぜ、揚げ物が。糖尿まっしぐらやん。糖尿。この煮物もうまかったイメージがある。ご飯もこれ大盛りじゃないでね、てんこ盛りやで。明太子もうまいんだよ。タラタラソース多めにしたんだけどな。あの、でもないの、1個ずつしか入ってないやんけ。タラタラソースちょうだい、おかえり。はい、うん。で、なんかタラタラソースってあります？ちゃうよ、あのゆりの分もらうんだよこれ。うん、ゼロゼロワンさん、もう食っていいんすかね。食っていいっすよ。いいの、うん、挨拶する。挨拶なんかあるの、ちょっとわかんないルールが、うん、ごめん。あ、じゃあ挨拶しようか。うん、わからん、どうやるのか。ああ、ああ、あ、挨拶ね、うん、しますよ、しますよ。お父さん、お母さん、おいしいお弁当、おいしいお弁当、いただきます、いただきます。え、毎朝やってたの？今日も配信やるかって。いやー、これは過酷だね。うん、駅長君が洗濯とか全部やってたんだ、身の前のこと、うん、できる男だね、うん、これが毎日毎日毎日そう。
活したらいいじゃん、復活。今こそ、たかし。もうええやろ。いや、今こそ、うん、そういう時だから、復活すべきじゃない。どう、リスナーさんね。また3人で集まって、また一からやっていこうみたいな。一番いいんじゃない、たかし。展開的に。朝の10時半から配信待てんね。うん。ゆきわちゃん返してね。うん。うん、事件もないか。で、一番最初はさ、あの、閲覧あったり、毎朝には2000人ぐらいあったけど、うん、だん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 出たきれて、うん、やること全くなってよ、うん、落ちてった。落ちてた。そしたらもう自然と解散の流れになった、うん、あの、新宿行ったぐらいからじゃない、ちょっとね。知らんな。うん、新宿編やるぐらいからちょっと勢いなくなったんちゃう。バラバラになったんちゃう。たかしが消えたじゃん。うん、ソースもかけようか。でも事件起こさなかんやろ。事件ネタがなかったら事件起こす。でも火薬ちょっと平日だしね。でも俺の件なんで警察に電話かかるんだろう。火薬さんって平日やらない配信。電話してみて。平日はありません。今電話してみていい。ちょっとわざわざ行くよりも。何時今？ん？4時、まだ仕事か。まだ多分仕事だよ。仕事か。ちょっと楽しみの前にトイレ行ってくる。ビールありがとうな。はい。うん。なんで金曜日の夕方あたりからな、配信するよね、火薬さんって。仕事じゃない？うん。なんか食べた？うん、もうやめてよ。唐揚げなくなってる。俺本当にこれはムカつくやつだわ。自分のカテゴリー、自分の世界の中のやつを取られると、うん、一口ちょうだいとかも本当苦手なんだよ。うん、で唐揚げって一個しかないじゃん。うん、これできたらさつまいもの天ぷら食べてほしかったわ。さて、じゃあもうどうしても唐揚げに見えちゃって。てめえゆりのお前の唐揚げもらうからな。はい。うん、あと何取った？全部。お味噌汁のこそずるいですか。俺ちょい、あの線の下の線って感じ。はい、わかる。線下。うん、線下。線下で。だから、はい、あの線の面って感じ、わかる。はいはい。うん、線にかぶっちゃダメ。はい、わかりました。俺線中で。線中。うん、じゃあドンピシャの線だね。ドンピシャの線だね。俺線下。線下で。りょうちゃんは、多めで。多めで、わかりました。あと何取った？唐揚げだけだね。卵取ってない。うん、大丈夫だ。疑ってる。疑ってる。いただきます。何か当たって困るな、これ。エビぐらいからいこうかな。唐揚げあるやん、2個。うん、これ2個あるんじゃん、唐揚げ。これエビぐらいあるやん。え、唐揚げ1個しかない。なんでこれ唐揚げないの。うん、これ取ったの。あ、エビのやつ。スパゲッティ食べてた？食べてないか。うまっ。罰が。まあ、しゃあしゃあなしって感じ。
さん、ゆわちゃんもやってくれてる一緒に。弁当食べたくない。うまっ。エビフライもうまいな。普通にうまいわ。レベル高っ。普通に美味しい。うん。冷凍でもうまい。やっぱ揚げたてだから。これ毎日いける気持ち分かる。うまい。だから食わんのかい？後で食べんじゃん。うん？後で。後で？味濃い感じも、メンツは。ちょっと。うん、でもうまい。全国にあるの？関西だって。チェーン店けど、うん、多分な、これ店によって味ちゃう。うん。ここがうまいのかな、ね、ブロックじゃない、 NG ワード解除しただけ。すごい朝って感じがする。夕方なのに晩飯食えばこれ、うん、あ、ご飯で、うん、ご飯で、大丈夫、うん、ゆきこれ好きだろ、さつまいもな、あげるわこれ、マジでうまい。ネブルタイプだ、うん、うん。もったいない明太子。この命だからね。一粒一粒。かわいそう。食べてやらないと。うん、汚すぎてやるでしょみんな一人なら。やらないよ。
デブルっていうのあるよな。目がパッチリだね。目がパッチリで可愛い、ね。あ、目パッチリですか。ありがとうございます。よかった。よかった。お腹空いてないの？空いた？あの、いただいてもよろしいですか？うん、いいよ。あんたのハンバーグみたい。あ、じゃあハンバーグな。うん。ありがとうございます。いただきます。うん、あ、味濃いよ。おはようございます。すみません。いただきます。これ、おかゆりさん。うん。これ俺の。あ、お礼の。うん。あ、あれ、俺持ってみますか。あ、お味噌汁持ってきますね。あ、バラくの。うん。また行くんや。うん。おかゆちょっともらっていい？ええ。うん。足りなかった。マヨネーズある？あ、持ってきます。マヨネーズだけでいいですか？うん、これ譲れないっていうのある？うん、譲れないの、うん、ない。ゼロワンやった全部いいね。うん、ありがとう、うん、あー行くな、よーいわ。脂っこい、脂っこい、脂っこい。ポテトサラダはいい？いい、うまいね、ポテトサラダ、うん、この一本のエビに対してあの全面いくやつな、うん、全面いくやつ、うますぎ。違くて、量足りるかなと思って足りなかったから仕方ないじゃん。ちょっとぐらいもらったっていいじゃん。嫌なのおかゆり。うん、全然嫌だ。じゃあ俺我慢するね。うん、全然食べてください。叩かれるから。食べてください。食べてほしいよ。食べてほしい。うん、ゼロワン食べた後食べたい。うん。いただきます。ほら、本人が言ってるんだから。うん。声のこと言うのやめてもらって、もうおかゆ喋らないで、うん、声言われるから出さないで、うん、ああもう声もまた聞けなくなっちゃった、言われるからしょうがないじゃん、お酒飲む仕事してるんだからね、仕事なんだよ、しょうがないでしょ、言わないであげてよ、うん、酒焼けしてるから分かる人は分かるよ、うん、こんだけ仕事頑張ってきたんだよ、うん、みんなメガホンちょうだい、メガホンあげて、メガホン、うんうん、もうアイテムとか何もいいじゃん、3位になったら、たかしに変わります。あ、3位からやります、マンスリー3位に、今日もまさかよ、いや、3位になってちょっと様子見る、うん、まあ時間早いから、どうしよう、10個点級、うん、あ、608個点級、ありがとう、どんつくどんつく、うん、ありがとうに、ね、休みの絵も配信できないんだって、いけるはいける、いけるけど、周り落ちちゃうな、ぐちゃぐちゃ、しっくり入るから、
関心ないってことでしょ。関心できるならしたいけど、うん、ゆり、はい、エサ、はい、ね、頑張ったから、はい、中止といてあげる。やった、嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しい、うん、こうやって、うん、はい、ゆりのエサの時間、これが嬉しいんだよ、ガチ恋はね。理解に苦しむと思うけど、いや、これが嬉しいの、うん、ガチ恋は。いただきます。うん、これは分かんないでしょ、ガチ恋になってみないと、うん、うん、ガチ恋だからガチ恋は喜ぶんだよ。ゆり、俺のタバコは？え、そのタバコも辛いやつ、うん、あとお茶持ってきて、はい、多分ゆりちゃんぐらいしかいないんじゃない、他にいるガチ恋、うん、絶滅危惧種だから。腹パンっす。腹パン、腹パン、いや、残パンっていうか、好きなアイドルとかいるじゃん、食べ残しの方が価値が上がるじゃん、うん、だって俺の口に触れてるわけでしょ、新品よりも上がるんだよ、うん、ガチ恋はね、うん、そうなんだよ、わかるよね。だから好きなアイドルが一口飲んだお茶をいくらで買う？ BTS でもいいけど、これを買いたいんだよ、ガチ恋は、うん、これはアイドルだよ、だから AKB 好きなオタクがね、飲みかけのお茶とか多分何十万で買うんじゃない、そういうのと一緒よ、推し。いや、俺芸人枠じゃない、アイドル枠だと思ってるよ、俺と高橋は、うん、お前じゃ年下だからな、何そのしてんねん、熱ある、大丈夫、熱ある、測ってもらっていい、熱、うん、最近おかしいんだよね、おかしいな、最近なんかうぬぼれてるんだよ、なんかなんでだろう、すごいうぬぼれてて様子がおかしいよね、なんでだろう、ね、ナルシストがすごい、どうしたんだろう、アイドルは間違いないよ、言ってることは間違ってない、言ってることは間違ってない、正論、正論でしょ、正論、もちろん正論、なんか認められないよ、楽しいですか、あ、やばい、うわ、やばい、おかしいもとは、いくつは、うん、熱あるわ、もう止まってくるけど、うん、止まる、いや、もう出ていけなくなっちゃった、うん、セーフです、セーフ、セーフです、熱はないから正論よ、アイドルは正論、アイドルは正論でしょ、うん、こっちが間違ってる、そうだよ、うん、今までね、たかしにキラコメ打ってて、いきなりね、彼女できて、そうでしょ、うん、アイドルだからね、反感買うんだよ、うん、リスナーさんの感覚が間違ってるんですよ、こっちはね、今熱測ったんですよ、ゼロマンさんね、36.7 っていう平熱なんですよ、皆さんね、今体温計ちょっと家にあるでしょ、体温計それ測ってごらん、熱あるよ絶対、うん、で天狗っていうのはね、天狗になってる配信者が配信を休むこと、また復活しても応援される、それは天狗だと思う、でも毎日やってる配信者は天狗じゃないと思います、天狗か天狗じゃない休めないからね、やっぱ危機感があると
配信って他に流れてっちゃうから、うん、そういうことなんですよ、うん、俺休めないね。怖いよね、配信するのは。一日も休んだらな、言われるもんないか。言われるよ。失踪したかね。タバコの吸い方イライラします。お前ブロックなてめえよ。どうしようもねえ、こんなリスナーよ。タバコの吸い方まで言い出したら。ブロックだわ、お前。どうしようもないリスナーいるもんやな、ほんと。うん。あの、礼儀リスナーさんかな。タバコの吸い方まで言い出した。作法とか、あの、書道とか学んでる。ね、礼儀リスナーさんやな。ゆり、うまいか？おいしい。おいしい？おいしい。俺の味するか？特別やぞ。これ演じてんの？じゃあガチの、うん、仕込み入ってんかな。仕込み入ってないけど、配信外ならこんなことはしないけど、うん、一応俺配信ついてるから、うん、ちょっとキモいこともしないと。パフォーマンスもありますね、正直。おかえりちゃんガチだよ。一回病院行くか、おかえり。うん、完全洗脳されてるから病院行った方がいいんちゃう。ちょっとそう思わん、みんな重症やで。うん、ええやん、かわいいから手投げでね、かわいいよな。ここ置かしてもらって、アムチみたいに立ってやってみよう。タバコ吸ったし。でユリはどうすんの？どうやって帰るの？どっか送ろうか？駅まで送ってもらえたら。駅まで？はい。駅まで歩いていけるぞ。あ、じゃあ歩いていきます。な。はい。うん。駅そこ？うん。あ、これあかんわ、これ。2日連続ポンコツ T シャツ。ポンコツ？入ってもだ。風呂入ろう。風呂入る。うん、風呂入ったら、ゆわ、うん、ちゃん置いてちょっと2人で繰り出すか。そうか。うん。繰り出さなきゃ。うん。天然ストレートじゃあ、まあ、お前が邪魔だよ。いやいや、これセーフ、これセーフ。ブロックしてやるよ。これセーフ、これは許してない。これセーフ。俺の友達を。俺の友達を。セーフ、邪魔。やっかい。これセーフ、これはセーフ。うん。それセーフですわ、うん、つまんないわ、ゼロワンだけ見たいのに。あ、それ OK です。これ OK、うん、許せないよね、これ。そんなゼロリスは、心のないゼロリスはいらない。性格が悪すぎる。ひどいよな、これ。安定しない。ほんで、いかんでろ。マジで悪口全部ブロックしてやろうか、ゆわちゃんも。このゆわ帰れも一回ちょっと全部してやろうか。それする？どうなるか。二人目何人ブロックしたら悪口やめる？ブロックするよ。うん、ほらやってみろよ。うん、いつないなくなるぞ。で一人や二人かまへんのもん。モンジョリですな、野獣馬。うん、ここにいるメンバー、うん、こういうのブロックしたろ、はい、つばらん配信な、うん、つばらん配信、ここ来ないでください。うん、雨が降ります。高橋面白い。あ、これもうこれセーフ。これもブロックだよ。これセーフ、完全にセーフ。許せないよね。点数と気持ちは、これは入れるよ。あ、それ OK です。うん、OK。しないと、もうこんなの気分悪いっしょ、みんな。これもしてやる。うん、もうネタがいいんで、今日ブロック配信でいいですか、今日。うん、ブロック配信。ほら、落ち着いた。うん、見せしめに4人入れたら。うん、
忙しいイケメン、それでいいんだよ。うん。で、これは俺たちがブロックするって言ったから、あの落ち着いてるけど、うん、また10分ぐらい経ったら10分湧いてくるんだよな。俺目光らすよ、完全に。ちょっと風呂入り、うん、どうしよう、監視しとく。展開くれて、今起きて飯食ってんだからちょっと待っとけよ。あのさ、あんたらな、戻ってきたわ。自分基準で物言ってない、うん、こっちにはね、こっちの段取りがあるんよ。そうやね、うん、忙しいんやね、あんたに合わせられんねん。そうやね、うん、もうすぐ500ナイス押して、うん、うん、ゼロ番はなんで前儀しないの、それ政治でしょ、うん、俺はマンコペロ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 するよ、はっきり言って。うん、マンコだけじゃない、俺はマンゲも舐める、ふやけるぐらい、うん、どんだけでも俺舐め回すで、うん、本当に、うん、もうマンゲが元気なくなるぐらい舐めるで、俺は、うん、あれ、むっちゃ臭かったらどうするの、ん、むっちゃ臭かったらどうするの、臭かったら一回舐める前にチェックして、じゃあ、うん、俺はね、ちょっと匂ったらどうすんの、あのパンツ脱がしてから後引けないから、うん、とりあえずパンツの上からさりげなく匂いはチェックする、俺はね、うん、うん、あの臭い人ってパンツの上からでも匂うんだよ、匂うな、男わかるよね、漏れてるもん、うん、完全に、うん、わかるよね、ちょ奥さん、うん、漏れてますねって、そう、匂い、うん、だからガス漏れ注意よって、脱がしたらもう後引けないから、うん、まずはチェックするよね、さりげなく、うん、分かるでしょ、うん、臭い瞬間のあのな勇気を、でそこのね、うん、メスね、自分で匂い気づかないから一回正直に言ってくれる人に確認してもらった方がいいよ、うん、で男も言いづらいからね、うん、それ言われて今、そこの奥さん、うん、今やっちゃったやっちゃった、私かない私かない、うん、いや、OK ですか、うん、すいません、ありがとうございます、ひみも、ああね、そういうのもあるかもしれない、ね、うん、男はや、あの、新たしまいやん、うん、で女の子はやっぱ中から来るもので、うんうん、難しいよね、表面だけじゃない、男は表面洗えば匂いなんか取れるんだよ、女の子は専用のやつあるでしょ、デリケート専用、難しいんだよ、うん、生臭いから病院行った方がいいよ、最強に臭いやつってもう水匂いするもんな、で水やもん、最強に臭い人は、うん、中出ししてる人、うん、いや、そんなことないやろ、で、中で、うん、あのいや、あれは大衆で、絶対にそうなの、うん、絶対、あの持ってるもんやな、精子が中に残ってあの匂いを発するんじゃない、俺はそう思ってる、うん、ファブリーズダメよ、そんなの、病院行って洗浄してもらった方がいい、あんま良くないんだけどね、うん、洗浄って、うん、チーズっていうよりね、なんか豚骨匂いですね、豚骨の、そうなの、刺す匂いあるでしょ、だ誰がしたの、そういうの、いやいや、昔な、昔、うん、うん、豚骨臭中か、あの豚骨ラーメンで鼻刺すでしょ、ほんまのガチモンのやつは、うん、スーンってするでしょ、まあ、あれと一緒よね、鼻刺すよね、これはもう配信者、うん、配信者でも結構いる、結構経験してる、うん、でうさちゃんは改善した。うん。あれ治るんかな。治るよ。匂いで。病院行ってね。うん。うん、で付き合った彼女の中にはいない。うん。と思う。うん。ごちそうさまです。食べたちゃんと。食べました。うん。
食えなかった。朝食ないな、うん、みんな無臭よ、無味無臭よ。おかえり何時に帰るの？電車調べます。はっきり言えよ、はい、もうしばらく会えないからな、はい、な、はい、痛いなら痛いって言わなきゃいけないし、もう会えないし、大阪、俺東京帰ったらもうほんと来ないで、大阪はしばらく用事がないから、はい、風呂入ろう。格闘技、誰かと喧嘩になった時に来るぐらいで、ついたら。お金寂しい。おいで。みんな可愛さ分かってないでしょ。俺のペット紹介する。昨日全部用意しとく。普通に顔もね、マジで可愛いんだよ。見たい？あの、アキトの奥さんみたいな感じ。うん。アキトの、どう？ね、アキトの奥さん似てない？アキト、あのアキルナのルナちゃん、うん、かわいいでしょ、うん、俺ミツちゃんよりかわいいと思うんだけど、普通に、うん、俺的には。あ、大丈夫です、ありがとうございます、うん、かわいい、ありがとうね、はい、うん、あ、定置あります、うん、で、ポニーテールもいいでしょ、ポニーテールも。で、性格もいいっしょ、出しゃばらず、うん、で、最近ちょっとゆわちゃんにもそうだけど対抗意識が出てるから、うん、あの、彼女がいるやつに負けたくないっていうよくわからない対抗心が今出てる、うん、そのためにゆりを連れてきた、うん、俺、これノーブロックでこんだけ愛されてるのすごくない？うん、ブロック入れてないよ。でも人気あるじゃん、うん、これはすごいよ。配信やるか、配信デビューするかしたいか。おかえり。怖い。怖い。うん、ゼロリスでいてた。いや、ゼロリスが来るんじゃない。うん。ワンちゃん。まあ女配信者だったらもう付き合えないけどね。だからこういうことを付き合えばいいんだよ。リスナー専用と。そう思わない？配信者よりも。そしたらうまくいきそう。うん、だからね、もうちょっとなんだよ、うん、ゴミ取ってあげて、ゴミついてるって、イワちゃん、洗い物ありがとうね。ちょっとうるさくなるけど、いいですか？いいよ。待って、待って。付き合えば。いや、今この彼女を作るブームに流されちゃダメだと思う。イワちゃん、分けてますか、これ、なんか。うん、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。洗ったというよりも、ここを流したいです。あ、はい、ごめんなさい。すいません。ちょっとうるさくなります。いいですよ、うん、ドリンソンのガチ恋失敗、サンちゃんね、うん、サンちゃん、いや、わからないもんだよね。既婚者でもガチ恋になるんだって。やっぱサンちゃんって既婚者だから。いる？結婚してるけど誰かのガチ恋ってなるんだね。恋しちゃうんだね。恋を。旦那が一番だったら夕飯の支度してね。コメントしてる暇ないんじゃない？この時間違う？
うん、旦那が一番って言い聞かしてない。本当は俺様の魅力旦那よりも俺に夢中になってるんじゃないなあ。旦那よりも正直になれよ。旦那が一番じゃないだろう。うん、ゼロワンが一番だよ。そうだろう。どこ見てんの？画面見てるよ。うん、目をそらしてる。俺が見つめると恋しちゃうからとか言って、うん、だからあえて目線をずらして、これも口頭テクニック。目を合わせないでしょ。これなかなかできないよ、うん、ちょっとメガホンちょうだい。みんな飛ばなくなってる。メガホンが、うん、頭打ってない、うん、ここのリスナー大丈夫かって。お前リスナーじゃん、ここのコメントしてるんだから。ロンパね、うん、ここのリスナーじゃないやつは俺の枠来ないから、わかるかな、うん、バカなコメントやめようね。ロンパされるよ俺に。目が割れやす、うん、わかるよね。俺様は3000人の女っつわして300人の女とコラボしてきてる。光るゴミを探してる。もぐもぐもぐらかな。潜ってないで挨拶はゼロ1。ツーツー通過かな。通過生15000人。通過して抜けるやつ。路上喫煙ツーツー通報かな。毎日通報してるやつ。すべてひっくるめてゼロリスだ。ゼロリス天子だ。遠くに困るとこうやって喋ってます。よろしくお願いします。いや挨拶はいいけどね、リスナーが増えてんとかね。あ、300個ありがとう、フォローするね。あ、君は室伏くんに書いてもらったね、サムネを。ありがとうね、うん、ちょっと早くサインになりたい。タイトル変えよう。いや結構居心地いいわこの家。わかるわ、ずっと入れる理由が。まず家が綺麗で、匂いいい匂いだし、居心地がねマジで最強。わかる気がする。ありがとうございます。初めは汚かったけど、セージとかがいろいろ揃う、居心地住みやすくしてるんだね、うん、いろんなの完備してるからね。ソファーもそうだしね。そうだよね、洗濯機もそうだし。政治がいろいろね、お世話して今があるんだね、うん、マジで快適だわ。うん、住みやすくなった、うん、政治はいい人だよ、優しいよ。あ、ゆあちゃんタバコをごめんね、ごめんね、変えさせて、汚いことまでやらせて、ごめん。もういっぱいいっぱいでしたもんね、うん、はい、大丈夫ですよ。ありがとうございます、はい、すごい世話してくれる。家電製品ない、
タバコやめてあげて。いや換気扇の下で吸ってますよ。3位来た。 Thank you。 今日も今月もリスナーさんのおかげで3位まで来れたわ。あとはせいちゃんと一騎打ちやな。ワンちゃん2位欲しいけどもうメガホン切れちゃった。負けるな。負けちゃうかもしれない。ナイスは3位無理なんちゃう。ゆ夢切り抜かれたつか養分でしょ。全体3位は無理でしょ。誠治にリアルで負けてるからネットでは勝て。俺はリア充になれる。別にならないだけだ。勘違いしないでくれ。お帰りだって付き合おうと思えば付き合えるんだぞ。リア充にならないだけだから負けてるって言わないでほしい。悪口を言いたくなる。リア充のやめて煽るな。好きとかないでしょ。配信よりも好きな女が現れた時俺は引退するであろう。まだ出会えてない。一生現れないかもしれない。普段リスナーを夢中にさせてる俺がね、夢中になるなんて考えがたいよね。そんな女現れてほしい。あ、それあいつも気分ちゃうから。いや、そうだね。うん、夢中にできるもんならしてみてほしい。配信を上回る女なんていないんじゃない。うぇたかし配信変わってん。もうナイスはね、今日はもうね、そんな頑張んなくても皆さん総合4位ほぼ確定なんで、ありがとうございました。もう十分です。4位でもね、1位無理でもやっぱやっといた方がいいよね。競馬代にもなるしね。人に流すのもったいないからね。ゼロレスのナイスは毎日もらっとく。きっと来月も、来月もしてくれる。うん、あ、247個あります。4位はね、多分1位が100万でしょ。で2位が50万、3位が30万だから20万じゃない。20万円ももらえるかも。でかいぜ。競馬代返ってくるの。うん、ぼちぼちやるだけでね。無料の、無料でね。もらえるもんもらっといた方がいいかなと、うん、4位でもすごいと思うけどね。ふわっちの4番目でしょ、ナイスね。すごくない？バカにされがちだけど1位じゃないとね。1位じゃなくてもすごいと思うけどね。俺はそう思ってるよ。うん、しかも毎日コツコツ積み上げたもんだしね。達成感もありますよ。ありがとうメガホン。1位目指さなきゃ。マジで言ってる？じゃあ今月だったらモンジョリ殺すしかないよね、まず。うん、監禁して配信できないようにしないとね。そこまでやらせる？1位目指させるって犯罪を犯さないと無理だよ。300個あります。それはちょっとやらせないで。KO1 につうか、そうするしか勝てないでしょ。うん、でバレたら捕まるしね。チーコキチアンデ。だからマンスリーの話とナイスの話をごっちゃで話すのやめてや。ほんといろんなランキング常にやってるんだから、イライラする。区別できない。みんなわかるよね。にわかはわかんないよね、ナイスとマンスリーね。うん、話聞いてないよね。
イライラするよね、分かってない人の相手って、うん、バルス、はい、バルスってコメントしてるやつバルスしてやろう。そういうね、自分は関係ないみたいに人をブロックさせようとするリスナー苦手かもしれない。明日は我が身なんでね、うん、バロスバロス言ってたら自分がブロックされるんだよ、分かったか。ブロック中、うん、どうだ100個ありがとうね、かっこいいでしょ、感性が独特でしょ、うん、メガホン Thank you Thank you な、ナイスしよう、しろよ、言ってんだろずっと。マンスリッチ無理だね、コキチさんに勝てない。多分俺が狙った時にいつも取られるからもう取れないんじゃない、コキチさん強いからね、な、大事にできてるのかな、まあ、毎日頑張ってるから安心は。あ、スペシャルスターキラキラキラ Thank you、 ありがとう、ありがとうね、今月も。あ、500ナイスもありがとう。これ2位っていけるのこれ、ケロちゃん。いや40万ポイントだからメガホン4番子だね、メガホン4万個で落ち着くけど、まだ5時だからな、いけそうっちゃいけそうだけど、うん、フォローありがとう。いやいや、こちらこそ仲良くしてね、ちょっとあの口悪いけど愛があるからね、俺は口悪くても。でもちゃんと見てないと分かんないんで、こいつ何ってなるけど、ちゃんと見てるとあの口悪いのも愛情ってわかるから、本当だよ。 ありがとうございます、メガホン、すいません、ちょっと性格も悪いけどね、うん、俺性格悪いよね、うん、だって松平が切れてて面白いもん。松平さん真剣に怒ってるじゃん、でも見てると俺笑っちゃうんで面白くなっちゃう。花火ありがとうございます、わかる？でも俺性格悪いなと思うよ、おちょくって怒ってると面白くなっちゃう。あれ面白い、おかしくない俺。でも普通は良くないんじゃない、延長しよう。普通はおちょくっちゃダメなんじゃない、怒ってたら。引き出せんの面白く感じちゃう、うん、悪いよね性格。みんなもなんか喜んでたから、そういうのやっちゃう。だってそういう遊び心、ちょっと性格悪いところもないと面白い配信ってできないんじゃないか、逆に。怒ってたらね、じゃあもう配信切るわってなだめて、一緒に酒でも飲みに行くかって励まして、それじゃあ展開的につまんなくならないか、うん、配信してるときはちょっと。いや、あれタクシーの2回目タクシー乗ったときは俺全然イライラしてなかったよ。1回目はイライラしたよ、ナビも使えなくて同じこと何回も言わされるからイラッとしちゃったけど、2回目はイライラしてないよ。久しぶりだよあんな9割アンチでボコボコにされちゃって、うん、昨日叩いたでしょ、ひどいよね本当。 ありがとうございます、150個、これメガホンもね、これもう15日分ですもんね、ありがとうございます。
あ、盛り上げ猫、Thank you。 協定は8時まで。あ、花火、Thank you。 ああね、君もネタになるかい。ゼロリス、ガチ恋がいたわ。花火の人、メガホン、Thank you。 名前変えてほしい、元カノと同じ名前だ。結構いいんだよね、元カノと同じ名前の子。冷静に謙虚に。かやくんとこ。でも逆に仲直り和解したのにまた荒れないか、ちょっと心配だな。宝石爆投げした人がイベント最終日を爆投げしてくれた。たかしやる？怪しい怪しい、どうした？うん、ちょっと やらないとね、たかし。で、また俺10時ぐらいからやる。やる、うん、10時ぐらいから。それまで、様子見よ、マンスリーの。みんなメガホン貯めといて。わ、ゲロちゃん、覚えてるかな。様子見ようぜ、ね、多分聖女もやるしね。聖女今日配信した？今日聖女配信した。やっぱ今日メガホン祭りやるんでしょ。あ、そこそこ、うん、夜やるんちゃう。朝してたって、うん、あ、カレー作るんだ。仲いい放送か。これはね、わかる。政治の戦略は、たかしがゆわちゃんと荒れてるじゃん、うん、だから仲のいい配信をして、うん、そこで格差を作ろうとしてる。うん、うまいよ。うん、俺たちは荒れないし仲良くやるぜっていうのなんだよ。うん、ちゃんとね、考えがある。うん、だからアンチコメントはブロックして多分やると思うよ。うん、だからたかしはもう正反対。今から喧嘩して追い出した方がいい。送るわ、東京。うん、東京送るわ。同じことしちゃダメ。逆のことをして攻めないと、うん、もうめちゃくちゃやってって俺はいつもやってるよ。正攻法取らないときあるよ、俺。眉のときもね、ひたすら荒れるときあるでしょ、みんな。あれはね、裏張りしてる。逆張り、逆張り配信、うん、するよ、俺は。うん、同じこと一緒もんな。そう、今さら多分うまくやれないから、うん、こうやったらモラハラしちゃう。モラハラできへんね。できない、できない。マジでモラハラする。うん、で、ゆわちゃんがかわいそうに仕向けてくる。うん、かわいそうになってくるよ、モラハラすると。うん、みんなもやっぱり心があるじゃん。優しく、優しい人多いから。信念作りついてるな。うん、ヘイトを買って女の好感度上げる。同情する人より優しい人多いからね。うん、でムカついてるやつもスカッとするもんよ。うん、スカッとね。うん、たかしはね、何も考えてないからね。うん、そこがいいとこなんだけどね、たかしって。養分もなんか揉めてるの。揉めてない。養分別に揉めてないよな、私。養分は揉めてないんだ。あ、メガホン100個あります。うん、岩を叩く意味がわからん。ああね、こういう人もいるんですね。うん、そう、戦略だよ、配信は。あ、今もあります。カバゼット、すごい呼び方するね。カバゼットが昔からゼロワンは詐欺師と暴露してるぞ。ねえ、ちょっと
誠治がズラのこと言わへんのって。うん、言わないと思うね。こうやってね、喧嘩させようとするやつがいるからね。うん、多分誠治のアンチじゃない。うん、俺は喧嘩することはないと思う。うん、誠治さん言わないよね。仲直り、もう仲直りしてない。うん、もうお互い別に何とも思ってないんじゃない。ズラの誰とも覚えてへんの。覚えてないかも。うんうん、もう全く揉めてない。誰かと揉めたい、戦う相手がいない。いいライバルだわ。確かに。バチバチに。揉めてね。揉めて。いるじゃん、ここに。いい材料。こうやってやんだよ。俺は配信つけて、うん。お前のせいで、配信もぶち壊しになったんだよ。下げ漫画とか言えない。いや、俺は喧嘩られへん。無理やね。無理か。噛みつかれない。噛みつかれない。お前のせいでリスナー離れてんだよ。人のせいにする。ダメか。俺はね、仕掛けちゃう。何も言うことない。ああ、ごめんなさい。女おもちゃじゃない。そうだよね。たかし優しいから、俺がやっぱ最低なんだよ、俺はね。普通はゲーやもんな。うん、いや、ゲーっつうか、やっぱね、喧嘩してリスナーが離れていくとやっぱストレス溜まってね、八つ当たりして、俺はね、うん、とりあえずお帰り送るか、出荷するわ、お帰りちゃん。うん、ダラダラさせてもね、付き合ってもいいし、からどうしよう。かやくんち行くか。ゆわちゃんはちょっとわかりません。うん、どうしようか。帰ろうかな。どうしよう。悩むな。悩ましいな。ここにいるとダラダラずっといっちゃう。怖いわ。マジで怖い。居心地が良すぎて、配信環境も整ってるし、車もあるし、やばい。ここは。環境がめちゃくちゃいい。どっかないかない。ある。養分がキャンプ帰ってくるな。養分に会ってないな。養分地区。あとパルちゃんにも会ってないな。まあパルちゃんは別に東京で会えるからね。パルもずっと大阪住んじゃいん。そうだよ。うん。うん、東京に多分帰らなくなる。ずっと大阪いる。美顔やめてよ。じゃあ君加工やめてよ。自撮り加工ばっかしてさ、ツイッタにねドヤ顔ばっかの顔を送っ、あの写真貼ってないでね。え、美顔ぐらい外そうよ。加工ぐらい写真撮るときに。なんで俺にだけ言うの。俺だってね、ちょっとでもブサイクなりにね、よく見せたいんだよ。いや、それ男前で。男前じゃないよ。ちょっとでもよくね。で、帽子かぶってるのも、もう伸びかけダサいから自分なりによく見せようと頑張ってるんだよ。それ努力をさ、バカにしないでよ。うん、誰がね、
顔もブツブツって言われて嬉しいの。女の子違う？ちょっと肌荒れてたらさ、コンシーローラーでさ隠すもんでしょ？違う？コンシーラーですね。コンシーラーでお化粧してね。俺だって一緒だよ。うん。でもほとんどつけてないよ、美顔は。薄いよ、これは。かなり。うん。いや、コンジローマと混じっちゃったわ。うん。コンジローマ。うん。すいません。うん。性病と混じっちゃいました。たかしに変わるからもうメガホン最後ちょっと投げ切って、でまたちょっと様子見てやります。配信、たかしも配信ネタないんですけど、んネタがないんですけど、ネタあるよ、おかえり出荷だけ、おかえり出荷とゆわちゃんと今後の話し合い。ゆわちゃんも東京出荷する、東京出荷する、うん、いいのゆわちゃん、うん、っていう話し合いしてほしい。うん、170個50個1個1個センキューありがとうございます。すいません、だから出荷編だよね。うん、でニューイちゃんもうちょっと女は絡みすぎてるからしばらくいいかな。ちょっとお帰りでもう最後もう絡まない。うん、もういいかなね、リスナーさん、そろそろね。マミちゃんとか結構絡んだもんね、大阪来てね。うん、ちょっとまた一人でやろうかな。うん、ちゃんみきちゃんとかね。うん、宿配信、配信つけてたかし。宿配信、うん、ちょっと養分に説教されに行くか、もうネタなかったら。養分さんにね、うん、それかあのゆわちゃん養分のとこ連れてったらいいんじゃないとか言って、すごい怒られそう、ゆわちゃん、うん、じゃゆわちゃん配信外で怒られてる、配信外で、うん、ああやっぱ優しいな、たかしは。いつも、おかれちゃん、どこが来るの？ゆきじゃない？どこでゆき？あ、そいつやるよ、これ。うん。ゆり、準備できた？はい。心残りないか？いや、写真撮ってないから写真撮りたい。目に刻め。はい、思い出残す必要はない。はい、俺たちは、はい。まだ何回も会えるだろう。これから二人のラブストーリー始まったばかりだ。ゼロレス辞めるときに写真撮ってやるよ。そうだろう。公園いいの、もう喋らしてる。うん、でもグラサンも撮らしたから、もういよいよ次ラスマスクで、いや映さないよ、写真撮ってやるわ。え、撮ってくれんの？じゃねえな。やった、うん、もっと高い声出せる？ブリコしてみ。ブリコで。ブリコできんか、うん、じゃあゼロ？もう下手くそだな、天狗。高橋に撮ってもらう。あ、いくよ、うん、はい、チーズ。ちょっと待ってよ。何撮ったよ、写真。え、何撮ったよ。もういいじゃん。やだやだじゃないわ。やだじゃないわ。いや、でもこれも、撮るよ、はい、お決まりじゃん。宝物です、はい、うん、撮れんよ、これ。ありがとうございます。撮ったら俺外髪撮ろう。